じゃーん。こちらのモデルツール収納ラックを探索団のトムキャットさんが送ってくれました。いつもありがとうございます。組み立ては1時間半ぐらいでできました。それでは早送りでご覧ください。これが手前だからこうだな。あ、一番手前か、邪魔になるかな。できました。これはどうやって使うんかな。こういう感じ。これどうやって使うんかな。こういう感じかな。1時間半でできました。じゃーん、重たいラックができました。じゃじゃーん、やったー、嬉しい。できたできた。見える？全体が見えますか？じゃーん。まずはこれはここ閉じれる？閉じれんか。こういう感じね。あ、いきなり重たくなった。そしてこれもちょっと、あ、これこっち向きにしよう。じゃん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 。これはね、これはここか。逆にカッターナイフ、デザインナイフ、デザインナイフ2本目、ピンセット、ピンセット、ピンセット、ここ落ちる。ピンセットは上か。めちゃくちゃいいの。ハサミ、ハサミはおっと、こうかな。ハサミ場所取るな。
あー落ちる。ドライバーは真ん中にしよう。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。長いのは端っこ。定規。定規。ペン。ペンか。あ、ペン。保留。ピンセットはここ。ピンセットここでもいいか。ピンセットここにしよう。あ、ピンセットめっちゃいいじゃん。むずできた。ちょっとここ何入れよう。ここはね、ここ浅いけんなんか入れれるものがない。この仕切りとかやめればよかった。もう外せない。それかもうちょっと長さがあれば、長さがあるか幅があるか。すごい中途半端な2、4、6、8、10、10、ここ全部無駄になってしまった。失敗。これも外せんし、ここで引っかかってるから外せない。失敗したな。これがごっそり入ればよかったな。はい、ということでめちゃくちゃ充実しました。今まではちょっとね、ペン入れるとこはないけど、今まではあ、これじゃなくて、あ、これじゃなくて、これじゃなくてって結局全部出して最後の1個が見つかるとか、なんかこの中ですごいぐちゃぐちゃ、これ100均のやつなんですけど、あのこう全部手に取ってから選ぶみたいな感じだったんですけど、これだったらスッ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 って取れるのでめちゃくちゃ便利になりました。トムキャットさんありがとうございました。これをどう、ペン立てをどう活用するか。なんかペンがうまいこと置ければ、これが長かったと、これが長かったらペン置くんだけどな。何かいい方法はないでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。模型用の棚の紹介でした。だんだん、またね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。ぴったり収まっております。